大谷翔平さん、緊急事態発生。大谷、一平騒動後0割9分1厘13打席連続ノーヒット。オープン戦終了。やっぱメンタル大事やんけ。だるよ。あかんすよ。一平は相手投手の配球読む仕事もしてたらしいし、まさかの有能説あるかもよ。それな投手やらないから厳しい内角でも攻められたか。一平のデータ分析って超優秀だったんじゃね。生粋のスポーツギャンブラーならそこら当たりも勉強するだろうし。野球はメンタルスポーツなんやね。一流のプロスポーツ選手にとってメンタルがいかに大切か推し量れる精神練習大事。漫画だとここから奇跡の再会果たすよな。極度のスランプになってスタメン落ちしそうやな。一平が本大切あったよな。江原さんの言う通り、強豪チームのプレッシャーの中でやるのは大変なんや。マキエ定期。まあ影響ないわけないわ。なすやすや眠れねえだろ。大谷なら動揺せず打ち続けるかと思ってたけど、さすがにきつかったか。肝全体セルが第二形態になっちゃった感じか。皆さんはどう思いましたか。ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。